このチャンネルはタイの日経フォワーダー HPS トレードの提供でお送りしています。どうもこんにちは、井野です。今回は私たちフォワーダーにとってとても身近な存在である船会社について説明をしていきたいと思います。船会社と聞いても仕事で海上輸送に関わりがない限りあまり馴染みがないかもしれません。しかし輸出入で経済成長を遂げてきた日本において船会社の存在はとても大きなものです。輸出者に代わって毎日スペースブッキングを行う私たちフォワーダーは様々な船会社を利用します。2022年現在の TEU に基づいた海運業界の世界ランキングは次の通りです。ちなみに TEU とは20フットエクイバレントユニットの略で20フィートコンテナ1本を表す単位です。1位 MSC グループ、2位 AP モルラーマースク、3位 CMA CGM、 4位コスコシッピングライン、5位エバーグリーンマリーン、6位ハパックロイド、7位オーシャンネットワークエクスプレス。今回はこのランキングから3社をピックアップしてご紹介したいと思います。最初に紹介するのは2022年1月時点で世界ランキング1位になった MSC グループ。イタリアから本拠地を移し、現在はスイスに本社があります。1970年に創始者であるジャンルイ・ジャポンテ会長は貨物船1隻から事業を始めました。2022年現在では世界155カ国以上に営業拠点がある世界最大規模の船会社へと成長しており、1月にマースクを抜いて29年ぶりの首位交代となりました。 MSC は同族経営としても有名な会社です。グループ会社には世界第3位を誇るクルージング会社 MSC クルーズがあります。また MSC はインターモーダルサービスを提供しています。インターモーダルサービスとは船舶のみならず鉄道、トレーラー、トラック、航空機などの異なる輸送サービスを組み合わせて最終納品先へ貨物を運ぶ複合輸送サービスです。 MSC は世界最大級の人員と設備、そして50年もの長きにわたる実績を誇っているので、全世界のあらゆる場所へ安全かつ効率的に貨物を配達することができるのです。ドアツードアでの配達の場合、輸送時間が長くなることで様々なトラブルが懸念されます。そうしたケースでも MSC は全世界にネットワークが構築された信頼ある船会社としてフォワーダーからは選ばれやすいように思います。次に紹介する船会社は世界ランキング第3位の CMA CGM。 本社はフランスにあり、1996年に大手海運会社の CMA と CGM が経営統合したことで設立されました。大手海運会社デルマスや APL を次々と買収し、その規模はどんどん大きく成長しています。マースクや MSC とともに海運ビッグ3と呼ばれています。CMA CGM は2021年11月にコロナ禍による港湾混雑緩和の対策としてサプライチェーンの流れを改善するプロジェクトを立ち上げたことが大きなニュースとなりました。プロジェクトの内容はロサンゼルスとロングビーチの港でコンテナの早期ピックアップに協力すると最大200ドルのインセンティブを支援するというもの。アメリカへの物流を途絶えさせないようにしたこの施策はアメリカ国民の消費活動を守り抜いただけでなく、物流業界全体を支えた大きな取り組みだと高く評価されています。最後に紹介するのはシンガポールに本社のあるオーシャンネットワークエクスプレスです。通称 ONE や ONE と呼ばれています。2017年7月に日本の大手3社の日本郵船、商船三井、川崎汽船がコンテナ船事業を統合し ONE を設立したことは記憶に新しいですね。その翌年の4月よりサービスが開始され、世界120カ国以上を超える広範囲な海上ネットワークを構築しています。当時は日本の海運業界を代表する三大船社が統括されると聞いてとても驚いたものです。わかりやすく例えるなら、国内三大 EC モールのヤフー、楽天、アマゾンが統合するようなもの。普段からネットショッピングで利用している大手サイトが一つに統合されると、消費者にとってはかなりの衝撃です。ONE の誕生は海運業界で働く私たちにとって、それぐらい大きなニュースだったのです。しかし、日本の三大船会社が統合された ONE でさえも、世界上位3位にはランクインすることができません。かつては世界三大海運海国の一つとされていた日本でしたが、今や貨物の取り扱いは年々減ってきて、生き残りに欠けるというところでしょうか。経営統合が進む欧州やグローバル化の勢いが凄まじいアジア圏の国々との差は今後も広がっていきそうです。いかがだったでしょうか。今回は私の独断と偏見で選んだ主な船会社を3社紹介しました。コロナ禍で大企業の倒産やコンテナ不足による物流の停滞が続いていますが、貿易業界の要である船会社を身近に感じていただけたでしょうか。今回の動画が船会社に興味を持つきっかけとなれば嬉しく思います。もし今回の内容が面白かったという方は、チャンネル登録やいいね、SNS でシェアをしていただけると非常に嬉しいです。何卒よろしくお願いします。それでは今回の内容は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。このチャンネルでは貿易や国際物流に関することをできるだけ詳しく解説しています。
貿易のお仕事に興味のある方や、すでに貿易のお仕事をされている方たちのために参考になればと思い更新をしています。また企業様の新人研修や貿易研修などにご利用いただけますと幸いです。そしてタイの物流は飯野さんまでお問い合わせください。チャンネル登録、高評価、コメントなどをいただけますと、これから更新していく励みになりますので、何卒よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。